サブチャンネル、チュル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 、なんと私一人暮らしを始めます。っていうのは冗談半分なんですが、シバナンファミリーの家がもう一つ増えたということになります。いや、私たちね、YouTuber 家族というか、YouTuber 一家というか、YouTuber 夫婦というか、YouTuber カップルというか、もう化け物 YouTuber というか、もうなんかいろいろあるんですけれども、子供と生活しながら、YouTube を撮ったり、もうそれこそ来客があったり、その中でやっぱ、住居とその事務所みたいなところが一緒になってるっていうのが、もう私からしたらもう仕事がはかどらない、もうはかどらない。だから、ちょっとお試しで、なんと A サイトというね、名前のをつけまして、ここは A サイトでございます。 YouTuber とのコラボとか、コラボの撮影とか打ち合わせとか、まあ、全て全部もうこの A サイトにて行うという風にして、で、シバナンハウスではこう家族でのね、こう時間をしっかり楽しむとか過ごすとか言ったりするとか、そういうメリハリをつけて仕事しないと、ポンスも仕事とお家の時間がこう、親が何をしてるのか分かんない、遊んでんのってなっちゃうと思うんで、あえてこうやって居住スペースと分けるという選択を取ったんですよね。うーかー、いやー、イエーイ、半端ないね。いや、半端ない、借りちゃったね。借りちゃった。なんか子供たちとずっと一緒にいちゃうと、やっぱ YouTuber だからお家にいることが多いじゃない。私もそうだけど、私働きたいママなんですよ。うんうん、そう。なんで、これは本当に声を大にして言いたいけど、女だって別に育児をすることだけで満足が得られる人とそうじゃない人がいるわけなのね。専業主婦が向いてる人と働きママが向いてる人がいるけど、私は完全に働きたい側なの。だから。素晴らしい。いや、いいと思う。やっぱあーちゃんは、あー、子供、あー、かわいいわ、子供っていう感じじゃないからね。違うね。うちの母親も手伝いによく来てくれてるから、うん。私とマネージャーがこう仕事打ち合わせとか、そういうのをやれるようにっていうのもあるし、うん、お母さんと芝居がずっと共存するっていうのもちょっとさ、しんどい部分あったじゃん。しんどい部分は別にないけど。あ、ないんだ。ありがとう。だからこっちの家に編集机とかを持ってきて、で、生活感を出さない感じ。本当にテレビとソファーと、あと、でっかい鏡も置いてあるから、まあ、ダンス私大好きだから、なんかダンスをコンスにさせたりとかもここでやろうかなって思ってて、うん、まああと、別に他の YouTuber と、ここでちょっとこのご時世に外に出れないことも多いから、まあちょっとね、会ったりとかするのもこの A サイトにて行いたいなって思ってるし、ね、うん、家族が泊まりに来てもいいし、なんかこう自由に使える一個スペースができたってことで、結構ワクワクしてます。実は、そう、A サイトって、もう同じ施設内なのよ。言ったー、同じマンション内に A サイトを借りたの。そう、同じマンションなんですね。そう。すごいよね。安心材料でしょ。だから、もうピッてやったらすぐ着くから、ちょっと行ってくるわ、みたいな感じで、たまたま本当に空きが出たから借りられたんだけど、うん、いや、本当良かったなって感じだよね。すごいよね。うん。まだ全然何もないよね、マジで。まだ何もない。マジ、声もバーバー響くし。もう紹介するっていうほどの、ものでもないよね、だから。ないないない、本当に何もない。カーテンも何もないから。ただのスタジオ。歩き回れないですね。歩き回りたくない。まあ、でも普通 YouTuber って、割とグループの YouTuber とかでも、一個スタジオを借りてて、他に住居スペースがあるっていうのが多いじゃん、パターンとして。うん。だからシバナンチャンネルもコンビの YouTuber だとしたら、スタジオと居住スペースを分けていいだろうなと思ったの。どうだろうね、何置いたらいいかちょっとコメント欄で教えてほしいな。何を送るの？なんかテレビとかも実際やると思うな。確かに下で全く撮らなくなるってわけじゃないよね。あ、そういうわけじゃない。やっぱ下でしか撮れない風景とかもあるから、うん、こうがっつり撮影みたいな、例えばなんかローション相撲みたいなことをやるときは絶対ここでやった方がいいじゃん。確かにな。うん、じゃあ分かりやすくない、ローション相撲やろう。じゃあやりたい。え、ローション相撲超やりたい。ローション相撲できなかった理由は、うん、家でやりたくないからでしょ。そう、なんかスタジオを借りればどんだけ汚しても、もうあと掃除すれば別に家が汚れるっていう感覚にはならないじゃん。っていう感じでね、どうなんだろう、こんな試みをしてみましたっていうことで、まあ無駄に物置かない予定だから、もし不必要だなって思ったら取っ払っちゃえばいいから、そんなになんか大事ではないんだけどね。いや、うん、いや本当にただただ仲良しでワクワクな人生を送るためにこういうことをしてやってみたのよ。試しにね。うん、でも俺お金
岡崎の家大改造計画用意してて、うん、いろいろ変えてるんだよね。いいじゃんいいじゃん。なんか最近さ、私も一人でこう撮影コラボ誰かとすることとかも結構あるし、やっぱ子供たちって二人の子供だから、別に私が全員見なきゃいけないわけでもないし、うん、ウー君が全員見なきゃいけないわけでもないから、結構岡崎にポンスが行くとかプックが行ってて、どっちか一人見てるみたいなことも最近はあったり、しまいにもお父さんとお母さんがいるからさ、息子たちを見てもらうっていうウィークがあったりとか、うん、そうやってこうバランスで調整しながら、あ、今週こっち忙しそうだなって思ったらちょっとお願いって言ったりとか、私のお母さんも介護があったりとかするから、こうみんなでこう手分けしてポンスとプクマルを大事に育てているという感じでございます。だから私はちょっと旗から見ると子供にあんまり触れてないようには見えるかもしれないんですけど、まあ子供に対しての愛情はかなりあるので、そこはね、なんか預けてとかじゃなくて、子育てっていうもんはいろんな人でこうやっていけたら本当はいいんだよねっていうのを私は強く思います。 Yes sir。 ということで、しばらんの新しい試みを温かく見守ってください。お願いします。あ、サムネ釣りすぎてごめんなさい。ちょっとやってみたかったのでやりました。バイバーイ。バイバーイ。